はい、こんにちは。です。はい、今日はですね、久しぶりだね、国際鉄道模型コンベンションやってきました。前回にうちら来たのはね、第14回だったんです。今回は第19回。5年ぶりです。はい、なんでここにやってきたかというと、あの YouTuber さんが出展してるからですね。はい、楽しみだね。じゃあ早速見ていきましょう。大進君来たよ。すごいなぁ。いいね、かっこいいね。じゃあご来場のゲストの皆様に。わぁ、すごいすごい。久しぶりでどうですか？うん、結構楽しい。楽しいよね。久しぶりで楽しい。あ、よかったよかった。はい、じゃあ出発進行で一足からどんどん少しずつ動いた、はい、これこれだね。三足にするともう少しスピードが上がります。あ、すごい。じゃあ一周してみようか。ゼロにすると止まるからね。プラレールでこういうのあったね。そうなんです、ミスターモーターマンです。で、一応あの本来はプラレールを動かすおもちゃですけれども、ね、あの今回あの N ゲージにも対応できる変換器を開発しまして、本気習得しまして、はい、そうなんですね。あとは製品化すればいいなとは思ってきて、大人の事情でちょっと。あ、そうなんですね。そうかそうか。久々じゃない、 N ゲージ動かしたの。超久々ね。普通にコントローラーだと高いので。そうですね。は壊れやすいですね。あのこれでしたらもうどんな風に扱っていただいても壊れないので、あのお子様にも手軽に始めていただけるって。 ありがとうございます。はい、ゴンドラみたいに見える。あ、これうわ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 、出てる。出てんね。すごい、かっこいいかっこいい。音も出てる。こんなの。いや、これかわいい。かわいいね、これ。呼吸も空中空中できます。あ、これ？シンカリオ。あっちの方にいらっしゃいましたんで行きましょうよ、うん、はい、そのユーチューバーさん見つけました。しげもさん、ありがとうございます。久しぶりです。レイシン君、背伸びたな。前やった時これぐらいじゃなかった。こうなっちゃった。確かに。梅小路じゃねえや、京都鉄道博物館以来、うん、はい、次会う時はじゃあこれぐらいになってるな。かもしれないです。ありがとうございます。いやいやいや、素晴らしい、すごいです、これ。すごい。うわ。そうなんですよ。いやー、コツコツとやられてましたもんね。動画作りながら。あー、すごい。いやー、細かい。うわー。蒸気機関車が書いてある。あ、書いてあるよね。で、行きましたね、ここ。行きましたね。そう、暑い日に。そう、終わりあと何日かって時に。終わりあと7日。何日だっけ。行った。行きました行きました。この客車も乗りましたね、一緒に。あ、乗った乗った、これだ、これだ、乗った乗った。本当だ、これ。すごい、完全再現されてる。いやー、すごいすごい。確かこの辺で待ち合わせしました、ね。そうですね。そうなんですよ。いやー、すごい。うわ、うわ、うわ、うわ。ねえ。義経とかもいるんですか。あ、これ義経だ。あ、いたいた。あ、すごい。いや、ち
なみに制作時間は、制作時間はうち動画撮りながらやってたんで、はい、大体1年ぐらいかかりました。あ、そうなんですね。そうですね、1年だって。本当にちょっと工作したりして。いやーすごい努力の結晶ですね、これは。ありがとうございます。いやーすごいすごい、見ていただけて嬉しいです。本当すごい。はい、ということで今回は第19回国際模型コンベンションでした。どうでしたか？楽しかった。久しぶりに見て。そうだね、久しぶりの電車でしたね、うん、そしてしげもんさんのジオラマすごかったね、うん、見事に夢小路を機関車感再現されてましたね、うん、ちなみにこのイベントはもうね、この動画公開時には終わってますけれども、来れなかった方もね、雰囲気楽しめたら嬉しいなと思います。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつもと飛んでてますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中だからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。